キジカのレッチン呼吸の時間がやってまいりました。いいですね、火曜日のね、6時過ぎ、まだ本当にあの日がね高くて、ちょうど僕のね真正面に太陽あるから、はい、かなりね暑い感じだけど本当にね、何8月入って、うん、で先月の末からねもう祭り尽くしでさ、そうですね、結構イベントがねもう週末ね、うん、結構大変だったんだけど、はい、でいつか3日前、はい、チーカーとね、うん、夏恋行ってきましたね、夏恋ね、はい、行ってきてすごかったですね、結構人集まってましたよね、うん、そうそうそう、うん、だからもうなんちゅうかな、俺が寝てる間にチーカー帰っちゃったっていう、はい、だってベロベロに酔っ払ってるんですよどうしようかなと思ってもう寝ちゃってるから、あもうこれ帰ろうかなと思ってすいません本当にね、でね今日はまあ今までね、はい、多分リスナーの人も、うん、あまりこう知らない世界かもしれないけど、はい、たまたま、はい、この間、はい、お会いして、うん、本当に偶然にっていうかね、ある人を探してたら、はい、出会って、うん、花ちゃんに出会って、はい、今日のゲストさんですね、そう、はい、すごいとこだったんだよね、うんねすごい縁ですね、うんはい、今日はこのお二方を、ねはい、中心に、はいお届けしたいと思いますんで、はい1時間ね、ぜひまたCM などにね詳しくご紹介しますので、はい1時間、お付き合いお願いします。また8月からね新たにCM スポンサーが加わりまして、3社、ってことで、そうありがとうございます、5社になりましたんで、はい、目標9社までね、はい、あともうちょっとなんで、はい、ということで新たにね加わった、スポンサーの方から紹介します。はいお菓子のジミーで有名な、はいね、ジミーさんが、はい、今月来月といいです、ねはい、スポットが入りましたんで、ありがとうございます。CM ではお中元のね、はい、CM 流れてますんで、うんお中元のジミーさんと、あとエステサロンの R3 さん、はい、R3 さん、うん、これは六本木に本店がありまして、はいでそこの、姉妹店という形で、初めて FC で、沖縄に、はい、今ちょっと話題の特化所ですよね、うん、先週ね、はい、オープンしました。これもまた後ほど詳しくね、ご案内しますので、ありがとうございます。であと、はい、ファッションホテルのかくれんぼさん、はいうん、この3社が加わりましたので、おありがとうございます、はいはい、じゃあこの放送はその3社プラス、ビアガーデン B サイド、本日お届けしている B サイドと、はいオーシャンビューネイルカフェごっこの提供でお送りします。はい、よろしくお願いします。お願いします。あれお店の名前っていうか、ナビーチャタンスタジオです。ナビーチャタンスタジオね、はい、パンフレット持ってきてますか。ああ忘れてました。持ってきてない。さっき東大ってきたんですけど、車の中にな何部かあるの、間に合いますよ。うん時間が 3,4 分くらいあるんで大丈夫です。それ見ながらちょっとはい、進めていこうかなと思います。全然間に合いますんで。きれい、きれい。ねえ、ナイスビュー。うん。やっぱり太陽が似合いますね。うん。サーフィンもやってそう。サーフィン。はい。やろう。スノーボーリング。あ、スノーボー。スノーボー。あ、スノーボー。雪の。ウィンタースポーツ。北海道。おお。パウダー。おおね。札幌国際とか。北海道 and。白馬、はい、苗場プリンス。
名古屋。日本でウィンタースポーツ。はい。Every winter, snowboard. スケボーは。スケボー too. はい。あ、スケボー。Snowboard. Favorite. ねえ、楽しいよね、スキーもね。やったことないですよ。北海道大好きよ。北海道。うん、北海道。よく行くんですか。うん、スキー。できるの、リキさん。あ、もうスキーはできるよ。スノボーはやってないけど。Besides snowboarding, I also play music. Guitar. Oh. 音楽もできるし、スポーツもできて、このルックスだからね、モテモテ。ハンサムだしね。26歳。焼いてる場合じゃない。焼いてる場合じゃない。全くならない。沖縄で、水。ああ、yes, so beautiful. Every day. あ、そうだ。あ、そう。ちょっとあのこのエステサロンに行った時に前いただいたパンフレットとあの名刺預けてあの帰りにもらうねって言ったんだけど、もうそのままあの向こうも返し忘れて、そうだからさっき の, あの R3 さん、R3 さんもすごいあの興味持ってて、なんか提携したいねとかって言ってた。アメリカとかでね、結構やってた。そう日本に入ってきたのはちょうど2年前すごい浅いんですけど、すごいこの2年間この去年の1年間すごい広がって、テーマもすごいどの国よりも一番広がるって言ってました。これいいでしょう、ヘリの音聞きながら。天幕地が近くだね。ちょっとだけ見たいです。で、今はこの方の創始者の甥っ子に当たります。あ、そうなんで、もう小さい時のハンモックだったり、16歳の頃から始めて。で、パフォーマンスチームも小さい時からアンティグラビティ、もともとパフォーマンスチームだ。その時から一緒に創始者といろいろクリエイティブなことをニューヨークでやってたりしてました。びっくりとしてはクラスのバリエーション、あ、もうそろそろね、今日の動きがね、もうさっきからね、はい、ヘリの音がうるさいんだけど、あのライブっぽくていいじゃん。まあ、そうですね、これがいいところですよね、沖縄の、うん、この放送はね、あの4種類の聞き方があって、この 79.7 メガヘルツをダイレクトに聞くのと、はい、あのツイートキャスト、うんうん、で、あとインターネットで、聞くやつね、それとまああの後でね YouTube で聞くっていう、うんうん、もう今は本当に 79.7 メガヘルツがあの届かなくても関係ないんだよね、今の時代ね。結構いろいろなね、あの形で聞けるんでね、うん、いつでも聞けるし、あの 全世界で聞けるからね。うん、そう聞こうと思えば。だからあのメールもね、あの、どこだった、あのどういうところは、インドネシア来てましたね。びっくりしましたね。本当にラジオ届いてないはずだけどと思ったら、うん、あのちゃんと聞いたんだよね。県外もあのちょくちょくメール入るし、結構県外の方多いですよね、うんうん、聞いてくれてる。昔のイメージだったらね、この
周波数が届かないと聞いてないとかっていう、そうですね、そのエリアしか、うん、あれはもう本当に昔の人の感覚で今もう全く関係ないからね、うん、これすごいんだよね。だからいろんな、なんていうの、検索で、やると全部ヒットしてきたりするから、今日のねこの アンティグラビティ、しっかりもう一回、もう一回アンティグラビティ、はい、ね、アンティグラビティ、アンティグラビティ、ね、これの、チャタンのね、ナビ、はい、ナビチャタン、ナビチャタン視点で、インストラクターされてる、はい、あの花さんと、はい、もう創始者、創業者の、あの甥っ子さんである、マスタートレーナー、マスタートレーナーさんの、お名前もう一度、テイマーさんが、あのたまたま沖縄に来られてるってことで、あの偶然ね、たまたまなんですね、そうみたい、おもうニューヨークとか、はい、いろんなところで活躍されてて、はい、香港にもね今活躍されてるっていうことで、貴重なお時間を、26歳でこのイケメンね、もうみんな見せてあげる、ちょっと見えるからみんなスイギス見てるからスポーツ版の、ね、まあ、さっきあの CM 中でちょっと雑談してたら、はい、もうスノボーが大好きで、うん、あの北海道とかね、うん、あの白馬とか苗場とか行って、うん、あの日本の冬もねすごい楽しんでるらしいんで、うん、いやね、ニューヨークから香港からあの北海道からね沖縄まで、すごいねグローバルでね、うん、いいよね、いいですね、ギターこの顔でギターもするって言いますからね、そう音楽もね、もやってられないですよ本当にも、もう事前にあのお伝えしてなくてよかったね、もう事前にしてたら多分もうこの辺人だかりで大変だったね女子軍が、ああ女子軍がいっぱいしてます、ほらね、もうあと見れるのはもうそこでしか見れないでしょ、ナビチャタンで、そうですね、スタジオでクラスを楽しんで、ね、この番組の後もあの夜のクラスもねあるみたいだから、うん、あるですね、うん、本当はねビアガーデンだからね、ビール飲みたいみたいだけど大好きでこの後クラスもあるっていうから、はい、あのちょっと我慢してウーロン茶飲んでます、はい、ねえ、この本当にアンティグラビティってあのまだまだね全然知らない人たくさんいると思うんで、うん、花さんの方から、ちょっと簡単にご紹介、うん、ぜひぜひ聞きたいですね、いろいろ、はい、アンティグラビティはもともとはアメリカのニューヨークが発祥 の空中フィットネスになってるんですけれども、うん、あの日本に上陸したの2年前で、実は本当に新しいタイプの、ね、すごく新しいタイプの空中フィットネスになってるんですけれども、うん、まだ2年なんだ、まだ2年もう経ったばっかりです、2年とちょっとうん、ばかりで、まだまだ沖縄でも珍しい、ね、ですよね、あの聞いただけじゃどういう動きをするのかっていうのがあまりイメージがつかないと思うんですけれども、うんうん、まあ、あの簡単に言うとハンモック、まあ、そうエアリアルシルクっていう布専用のハンモックがあるんですけれども、うん、それを利用して普段私たちがあの、ね、一緒に生活している重力を解放していこう、うん、ハンモックの力を借りながら少し体を鍛えたり、あとストレッチしたり、うん、逆さまになったり、重力を解放、そう重力を、あの100キロあってもそうですね普段私たちが感じている重力を解放して手放していくというのが目的です。なのでアンティグラビティ、反重力、重力フィットネスっていう意味です。日本語に訳すと、あ、訳すと、はい、反重力、なるほどね、なかなかあのネットで検索しても、はい、アンティグラビティってやってもすぐパッとこうあの出ないっていうかね、まだそうですね、うん、まだまだ、うん、あの特に沖縄では目新しいような、うん、まあ、どういうものかっていうのがまだ知られてないかもしれない、うん、もしかしたら、なんか写真でテレビで見たことがあるっていう、うん、私は前にこれネットでなんかたまたま検索していたらヨガとかいろいろなものを調べてて、したらこれが出てきてめっちゃ気になっていたものだったんですね、うんうん、僕はテレビで、はい、前見たことあったから、人を探してね、ここにたどり着いた時に、うん、あ、
どっかで見た風景だなと思って、うん、あのテレビである、女優さんがね、うんうん、これに通ってたわけ、うん、ですごいこう気持ちいいってことで、うん、コウモリみたいにぶら下がってたわけよ、ね、みんなすごいね感じでぶら下がってますよね。あれは結構アクロバティックな、見た目はすごくアクロバティックで、うん、まあ見た感じ自分にできるかなって不安になってたんですけど、そう誰でも、うん、このパンフレット見てさ、僕これ無理と思ったもん、うん、確かにリキさん一応見たくない見たくない。確かにこのポーズは少し難易度が高いこれあのポーズにはなるんですけど、ね、よく画面では見えづらいかもしれないですけど、うん、結構おっぴろげですよね。あのお相撲さんがよくやってるまた割りみたいな感じで、これは無理だなと思ったんだけど、まあ、徐々にステップをあの踏んでいくようなクラスも、うん、あの様々なレベルやタイプによってあやっぱみんな選んであのクラスを受けていただく。ちなみにあのポーズは上級者ですか？そうですね、あれは少しあの上級、ちょっと、ね、レベルアップしていったクラスになるんですけれども、だからでも何回か挑戦してもできちゃう人もいますし、うん、この逆さまになってるあのポーズはもう一番最初のクラスで入ってくるポーズなので、うん、このポーズよく見るよね、逆さまのポーズはね、 100% ほとんどの人ができる、うん、これはね、だからあのシルクだっけ、そうエアリアルシルク、エアリアルシルクでスミスミしたものらしいんだけど、はい、あの僕ぐらいの体重大丈夫ですかって言ったら、うん、もう全然400、そうです、最低でも450キロ、450キロ最低でも、うん、で天井の高さ構造によってはこの布自体は1320キロまで耐えられる、うん、1トン、すごいすごいよね。例えで見た感じはものすごいこう、ね、あのもろそうなさ、うんうん、薄い感じの布なんだけど、うんうんうん、すごいよね、400キロから1トンまでって、そうですね、この、クリストファー・ハリソンさんが、はい、おじさんYour uncle. Yes. 創業者。あすごいですね。結構ねヨガとかハンモックヨガとかって聞くと、はい、イメージ女性なイメージがあったりする方が強いと思うんですけど、うん、ちょっと、まあ、テーマみたいにこういうむくみくな人でも、うん、もう本当にストレッチとやっぱり、うん、あの鍛える同時にできるので、うん、すごくいいテクニックとか、うん、いいツールとして使えるんじゃないかなと思います。これって鍛えることもできるんですか？そうですね、クラスによってはもうコアだったり体幹を鍛えたり、体幹も、そう、いいですね、体幹も鍛えながらヨガ、今めっちゃ体幹鍛えたいんですよ、はい、で、いろいろ書いてるアンチエイジング効果とか、うんうんうん、いろいろね、効果あるみたい。これやっぱコースなんですか？体幹を鍛えたいなら、そうですね、そういうタイプの、鍛えたい人のクラスだったり、うん、ちょっとヨガの要素を入れた、クラスだったり、うん、あとはね、体リラックスしたい方のクラスだったり、うんうんうん、最近、明日からちょっと始まるキッズプログラムで、キッズでも体験できるようなプログラム、うん、すごくバリエーションが、うん、広いのが特徴です。いいですね、うん、はい、まあ、ね、いくつかの効果出てて、ビューティーヘルスリラックスファンって言って、アンチエイジングから、美しい姿勢、あとストレッチ効果、リンパマッサージ、血流改善とかね、運動不足解消、うんうんうん、で呼吸を意識する、うん、まあレッツ深呼吸みたいな、ね、いいですね、ディープブレスね、はい、で自己を感じる、副交感神経を優位にするとか、うん、で音楽に合わせてエクササイズするっていうことで、うんうんうん、すごくね、楽しみながらっていう感じの、うん、いろんな要素がね含まれてるんだよね。やっぱ曲に合わせてこういろいろポーズを変えていくっていう感じなんですかね？そうですね、曲も常に流れてるような、そのポーズの雰囲気に合った曲を流してみたり、クラスの雰囲気に合った曲を流してみたり、あとはもともとはパフォーマンスチームが派生のフィットネスなので、パフォーマンス性見ててもやってても、やっても楽しいようなのが、すごいよ、いいな、これやりたい。ポーズは2000以上あるって、うん、これ
もすべて覚えてるってことですよね、花城さんは。そう、まだまだ私たちも受けてないトレーニングがあるんですけど、彼はほぼもう知ってます。マジですか、うん、これね、いる間に行かないとちょっと。We have over 2,000 poses. We have 8 programs. 8 programs. In over 50 countries worldwide. 50 countries. すごいよね。And in Japan alone, we have now over 50 locations. 日本だけでも50カ国以上のスタジオが今、はい、展開されてる。この2年間で50カ国以上の、うん、この2年間で、そうですね、50カ所以上の、そう、そう、50カ所以上の、ね、すごいですね、店舗広まってます。あ、すごい、うん、へえ、もう世界中に広がってるっていうことは、1991年だから、うん、何年、25年前くらいかな、95年で約、ね、世界中の60カ国に広がってるんだね。すごい。もうどん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 、あのインストラクターとか店舗も増えてるんですよね。そうですね。沖縄はこれ北谷と宮古。宮古島と北谷が今2つあるのが今のところ。まだまだ増えそうだね。そうですね。これからもどんどん、いろんなところで、体験できて、いろんなところでライフスタイルに取り入れられるような形になってくると思います。ちょうどね、あのチャタンのナビチャタンの、はい、あのスタジオは、はい、上にあのライザップがあって、はいはいはい、ちょうどあのヒルトンホテルから、うん、チャタンの漁港ね、マリーナのところの、あの角っこの方にあるビルの2階にあるんだけど、はい、すごくあのロケーションが良くて、うん、でライザップ終わったら結構あの何ていうかな、体型ね、体型、まあ、急にね戻ったりするっていうリバウンドが、あ、リバウンド、うん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 、それをやっぱりあの防ぐためにも、うん、あのここに買う人もいるみたい。はあ、いいですね。ライザップがあの4回ぐらいかな、うん、そっから終わったりとか、またこれが続けるとかね、体型維持するとか、たまたまなんだよね、あれ。そうですね、たまたま狙っていって入った。いや、たまたまです。はい、いいですね。すごくだからロケーションもいいわけ、うん、あのガラス張りでさ、うん、あもう本当にマリーナの角なんて、あのロケーションでこれやったら絶対気持ちいいですよね、うん、うん、気持ちいい、気持ちいい、すごく。だってもうハンモックに乗ってるようなもう感じですもんね、うん、うん、そうですね、うん、もうハンモックに乗ってるような、うん、もうゆらゆらですね、うん、すごいいいな。あとチャタンスタジオはあの日本のアンティグラビティフィットネスのスタジオでも一番あの大きな規模でやってるんで、2スタジオあって、あとヨガとかベリーダンスだったりいろんなプログラム受けられたり、あといろんなあの、ね、アンティグラビティフィットネス、体を動かすイベントだけじゃなくて音楽のイベントだったり、いろんなものがちょっと集まったようなイベントというジャンルの人でも気軽に集まれるような場所に、うん、していきたいなと考えています。あの周りでも結構イベントがあったりとか、うんうん、よくしてるじゃない、ね、はい、そうです、あのなんていうかな、出店してさ、うん、店舗が出たりとかして人集まって、うん、でああいう風にこのガラス張りで外から見えたら、はい、すごいあれ宣伝効果だよね。あ、そう、結構やっぱり外から見て登ってきてくれる方は多いですね、うんうん、でこのスタジオのちょっとこの待合っていうか、あの受付カウンターの前はカフェみたいになってるわけ、うんうん、だからお茶しながらとかね、はいはい、ちょっと雑誌読みながら、うんうん、あのおしゃべりしながらこうやって見えるわけよ、ガラス、うん、ガラス越しに、最高ですね、うん、すごくいい感じで、うん、もうこれから絶対流行りそうだなって、いや、これは流行ると思いますよ、すごいいいと思います。これはあの自宅ではできない、自宅で今のところはもうスタジオのみの安全性をすごく一番大事にしているので、うん、あの日本ではもうスタジオのみでの使用だったりクラスっ
ていう形になってます。自宅でやって天井抜けたらね、そう耐久性とかっていう問題もあるので、うん、特にあの日本の建物だと天井が低かったり、あ、はい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 、うん、そういうのは耐久性はしっかりと、ね、うん、してるところを選んで、うん、あの店舗を構えるにもある程度の条件をクリアしているところが、やっぱそうなんだ、決まってはいるんですね、やっぱこの高さというか。そうですね、ある程度やっぱり安全な場所で、ね、うん、楽しくできることが一番なので、うん、うん、この布っていうのはこの専用の、そうですね、専用のもう全国同じ、いや世界各国同じ布を使ってます。すごいな、うん、いいですね。全く同じのじゃ機械あれも使ってんだね。そうですね、この吊り下げるあの機材だったり、うん、フックも一つ一つがもう全部決められたのを使ってるので、これはあの全国にねもう加盟店もう日本でも50箇所以上になってるって言うんだけど、はい、これは、日本、アンティビグラフィティ、アンティビグラフィティ協会のこの中にこう協会に入ってるっていう感じで、うん、フランチャイズみたいな感じだ。そうですね、フランチャイズで加盟店を増やしたり、あとは本部のナビっていうスタジオがもうアンティグラビティの本部のスタジオになってくるんですけど、うん、それも何店舗か今東京と大阪、あと宮崎、宮古島、沖縄があの本部のナビスタジオで運営してます。あ、うん、直営店みたいな。直営店の、うん、それ以外はもうフランチャイズ、うん、FC で。そうですね、加盟店っていう形で。あ、じゃあ、今あの聞いてるどっかの会社の社長さんとか関係者だったら、はい、じゃあ自分たちも FC でやりたいって言えば。そうですね、加盟店、加盟店、うん、希望される方も、あの全国に広がってるね、あの川口さんみたいに。あ、そうです ね FC 展開してる、はい、出したいっていう方がいれば、うん、これ世界中広がってるっていうのがいいよね。うん、やってみたいな。やっぱクラスのプログラムだったり、うん、内容が、ね、共通してるので、うん、まあこうやってテーマみたいに違うところから来ても、うん、もうポーズの名前だったり、うん、やっぱり、ね、最終的に目指すところだったり、うん、クラスの内容っていうのは、うん、ちょっと花さんの音声入ってるかな。あ、そうね。自分たちはめっちゃ聞こえてる。そうそう。になってます。これはあの台湾とか、はい、あのこの近くのアジア、あの、はい、あのまだオープンしてないところってあるのか。あ、アジアでまだ展開されてないところ。カンボジアとか。The country that it hasn't like opened.Anti-Gravity Studio in Asia a lot. Asia, believe it or not, is the most successful for anti-gravity. And we find that because of the cultural differences in this part of the world, mm-hmm. people are more open to this new style of fitness and yoga. Mm-hmm. So Asia is actually our most successful region in the world because of that.